にちは、アドレスホッパー静香の新チャンネルです。今日は最近テレビを見てないことについてお話ししたいと思います。なんか昔は本当にテレビっ子で、家に帰ったらまずテレビをつけて、もうずっとテレビを見てない時がなかったぐらい、もうテレビ中毒みたいな感じだったんですね。で、なんか常になんか流れてて、常になんか音が鳴ってるっていう生活をずっとしてたんですけど、アドレスホッパーを始めてから、まあ、ちょっと生活習慣が変わったっていうのもあるんですけど、本当にテレビを見なくなったんですね。どのくらい見てないかというと、多分1ヶ月で2回ぐらいしかつけてないです。はい。でも情報って全然携帯とかで見れますし、入ってくるし、なんかテレビを見ないことで困ったことが一個もないんですね。で、まあ朝はちょっとビジネスオンデマンドって言って、ちょっと課金したニュース番組とかを1時間ぐらい見てるんですけど、それ以外のなんかこう、なんていうんですか、バラエティ番組とかドラマとかは全然見てなくて、だからなんか最近だと友達とかに、沖縄コロナの感染者何人出たねとか、最近増えてきたねっていう風にこう連絡来るんですけど、テレビ見てないんでそういう情報一切入ってこないんですね。で、その経済ニュースの番組とかも、その感染者とかは発表されないので、全然入ってこなくて、まあ、知らずに過ごしてるんですけど、じゃあ東京が何人感染者出たとか、そういうのも全然把握してないまま生活してるんですけど、でも正直そう、困ってなくって、テレビを見てなんか見てなくって困ったなって思ったことがなかったので、なんかテレビなくていいなっていうのは最近思いましたね。はい。で、なんか必要な情報はもう携帯で調べれば何でも出てきますし、なんかテレビとか見たいチャンネルも、ね、見逃したやつとかも今パソコンとか携帯で全部見れるので、見たいテレビだけそうやって携帯とかで見ればいいし、知りたい情報も、テレビじゃなくてなんかネットとか YouTube とかそういったもので調べられるので、全然なんかテレビがない生活もありだなっていうか、全然できてる自分がいて、昔の私じゃ想像できなかったんですけど、はい、今はテレビがない生活でも全然過ごせてますっていう感じでした。はい。みんなはどのくらい一日にテレビ見ますか？はい。そんな感じで、今日はここで終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。